西常王から1900年3月15日は、明治時代の地方官僚。通称は、上一郎。平戸藩出身。長崎県警部、沖縄県島尻役所長、八重山島役所長、首里役所長。琉球文学資料や生物標本を収集した。海元年肥全国平戸藩に生まれた。明治3年藩長手の平となった後、 明治5年1月21日、鎮税賃代4等軍曹、1番、招待不休養をかけ、2月22日、休養軍曹さら社的係を務め、10月20日、長崎県に起任した。1873年5月10日、第24大区取締小頭。1874年11月10日、同大区番人小頭。1875年6月7日、 平戸市長詰めとなり、12月17日に帰県した。1876年10月27日警備隊、休養係となり、1877年西南戦争に従軍した。同年7月14日一党巡査、1878年9月14日十0警部となり、1879年1月14日、長崎県警察署、12月25日、 大村警察署、1880年8月25日、唐津警察署に勤務した。沖縄県立博物館所蔵、八重山風俗へ図中の西常を1879年の琉球処分を受けて、1880年11月30日、沖縄県八島警部となり、1881年1月7日、首里警察署、10月11日那覇警察署に属し、 31日、東風平文書所活巡回を務めた。12月17日検事法を兼二、ね、28日裁判、掛け詰め検事となった。1884年8月12日検官を解かれ、同日島尻役所長となった。1885年4月7日八重山党、役所長となり、4月10日警部を兼任した。月石垣島、カビラを巡検し、 ヤンバル松中のホラー穴風装房、平家の落ちの墓と誤信し、初期松原のりのぶ、染山筆者大浜保義、石垣長厚、富川坊、村代表者、千舎馬圏清等と共に発骨を掘り出して合奏し、東林時代伝長老の記号により、大和墓の墓標を混流した。1886年3月18日、八重山島警察署長、8月9日、 島役所長兼警察署長。八重山時代かそれ以前、フード病の流行する入表島に自ら実験台になるつもりで上陸し、マラリアを発病した。病原が未だ明らかでない中、症例が小さい村落に多く見られ、大きい集落では見られないとして、村落を合併すれば予防できるとの仮説を唱えた。また、昆虫類を採集し、 1886年12月頃県に標本を寄贈している。1890年7月2日、首里役所長兼中上役所長となり、三日県館を、と彼、また、宮古島役所長を兼務した。1892年春、中上軍内で、ケブカガニフト指車小戻きを採集した。1893年3月、バジルホールチェンバレンに、 おもろさうし等の写本を提供、6月25日、笹森義助と愛、1894年12月、来等した、しで原ひろに、名古屋宝物の閲覧を斡旋した。1895年11月29日帝国大学に、本当さん、メックアハブ標本を寄贈した。第四大県令、西村捨蔵の県政を評価する一方、 他の知事は成果を上げていないと批判し、当時の知事、奈良原茂とも折り合わなかった。1896年4月1日軍政志向に、伴い内閣により、中上軍長に任命されると、同日付で県から初期への降格を命じられ、6月10日、非職、10月9日免官となり、以後は、県属として事務職を務めた。 11月11日北松浦郡平戸村228番地から、シュリクアザーカビラ55番地に戸籍を移した。1897年、小川、太郎、和田菊夫、大田町夫、鳥居隆三、黒岩久志、熊谷八吉、と皆が実るたちと沖縄県人情市範学校に、沖縄人類学会を設立した。1900年3月15日沖縄で死去し、 島尻郡回し村、小羽倉べ元郷道墓地に葬られた。1921年公認、斉藤洋之助により仙骨、滑走され、平戸に移送された。戦後平戸に残っていた資料は、琉球大学、池宮正春研究室を経て、沖縄県立博物館、沖縄健康文書館、那覇市歴史博物館に分蔵された。県立博物館所蔵資料には、 丸岡漢字、奈良原茂、義は朝康、後役朝桶、後役朝常等の短冊が含まれる。警察署長兼八重山署長堀純倉に作らせ、学校生徒に歌わせた。一つとや人々羨む八重山に、気候暇に、民法か二つとや父母になずらうに大島石垣島や、入り表三つとや宮長に大浜、石垣と夜長に合わせて四軍生四つとや四方にな。 高木大川は、流れも清気宮永川ことや、いつも、賑やか、不正や村世界にとどろく、石炭鉱六とや昔、分岐の頃とかよ、タラマと、与那国交換しななとやメイクラの村にほど近きカビラの、山に大和墓八とや八重山とは三千戸人口一万四千余給とやこの島数は九つに村数合わせて三十二一とやところは、石垣鹿の里役所に、 警察学校所本生は藤原。子孫は北九州市に移住した。ありがとうございます。